初勝利やっぱり楽勝だったな本日ね。あ、誰か撮ってるわ。カメラマン交換。次は第2戦、根本コーチパス。塩澤コーチ、いや甘いマスクだね。さあ戦いです。レギュレーション説明しておきますと、これ根本コーチが勝つと、完全優勝になるんで、はい、で塩澤コーチが勝つと、なんと敗者復活で緑川コーチがまたできると。よし、じゃあみんな塩澤コーチにね勝ってもらって、緑川コーチをもう一回見たいというあなたは願ってください。じゃあいきますよ。さあ、駆け引き。お、ステップ。ステップ。おっと、ボールが足についてないか、ボールが足についてないか。あ、いいです。お、素晴らしい。いやー、さすが、お気が早い。いやー、素晴らしいゴールでしたね、今ね。さあ、根本コーチ。お、ナイスゴール。おっと、リスタートが早いですね。塩澤コーチね、やっぱそういうところ大事ですね。大事ですね。絶対に負けないという気持ちが。1対1。さあ、玉際の攻防。ちょっと疲れてきてるから、もうちょっとハードに、ほら。ハードに。あ、いいですね。ナイスです。いい予測。おっと、素晴らしい。ゴール。いやー。今の、気持ちどうですか。ちょっと一言で言えないんですけど、はい、根本コーチがやった技でやり返して勝ったんで最高です。上手でしたね。みんな良かったですね。負けた、さっき勝ったみたいですけど。カメラマン答えです。最初はグーじゃんけんぽい。はい、それではリベンジマッチ。さあ、緑川コーチ、はい、やっぱり1対1ですからね。どの辺が見どころですか。いや、負けから学ぶっていうこともね、やっぱりすごい大切なんでね。ね、さっき学んだところを、ちょっと、キャメラマン。負けからね、学ぶっていうところがすごい大切なんで。です。あれ、なんか緑川おじさんですね。爽やかだなぁ。おい、余計だ余計。スタートー。お、はーい、ゴールはい、シュート。ーすばるコーチの大好きな選手は誰ですか。キングカズです。やっぱりスタート。ゴール優勝です。いやー、ありがとうございました。やっぱりね、はい、1対1っていうのはね、相手の駆け引きなんでね、やっぱり相手がどうかなっていうところと、あとは自分の動きに対して相手がどんな風になるかなっていう先のイメージも持ちつつ最終確認をすると、こうやって優勝できるんで、ありがとう。じゃあ最後に、じゃあ塩澤コーチ、私は言い訳はしません。負けを素直に受け止めて、また、今日から、レベルアップできるように謙虚な気持ちで頑張っていきたいと思います。皆さん、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。